シモーヌ・ペトルマンは、グノーシス主義とマニ教の研究家であり、二元論に関する著作を持つフランスの哲学者である。詳細なシモーヌ・ベイユ伝記の作者としても知られる。1907年フランス生まれ。1925年、アンリ4世公受験準備学級、カーニュに進む。ここで、生涯のシアランの生徒になり、同級生だったシモーヌ・ベイユと友情を結ぶ。 1927年、高等市範学校に入学。1937年から1964年まで、フランス国立図書館で、司書、学芸員を務める。図書館には、先輩として、ジョルジュ・バタイユがいた。ベイユから悪評を聞いて、学生時代は、バタイユと関わりを持たなかった、ペトルマンだったが、奇妙な交流が生まれた。バタイユは結果として、 ペトルマンの二元論に関する哲学に影響を受けている。ペトルマンは1946年創刊されたバタイユの雑誌クリティックにも寄稿し、さらに同志でサルトルへの批判を行った。その後もペトルマンは試作を深めながら、実著の日本での翻訳者である神谷美きおに対し何通りもの手紙を書き送っている。 シモーヌ・ペトルマンは1992年12月15日に85歳でこの世を去った。ありがとうございます。